漫画エンジェル猫岡をご覧の皆さん、はじめまして。クラスの大嫌いな女子と結婚することになった桜森あかねちゃんや自慢生活奈良坂まあやちゃんなどを演じております、声優の鈴木あゆです。こんにちは、よろしくお願いします。今日はですね、チャンネルのマスコットキャラであります幸岡ちゃんのグッズが完成したということで、こちらの PR をさせていただきたいと思います。この動画が公開されてるこの日から期間限定で購入できますので、ぜひお買い求めください。早速目玉商品から見ていきましょう。こちらの猫岡等身大ぬいぐるみです。尻尾もあります。すごいフォルムが独特なんですけれども、再現度が高いですよね。なんかもちっとボテっとしています。でもふわふわって感じではないですよね。自立は難しいんですけど、皆さんご自身で持っていただいて喋らせて遊んでみてください。でも結構しっかりしてるので抱き心地がいいです。圧がすごいんですよね。ちょっとなんか夢に出てきそうです。はい、こちらがですね、クラスの大嫌いな女子と結婚することになったの5話でも登場するということで、こちら桜森あかねちゃんがこうパンチしたとこに出てくるぬいぐるみなんですけれども、あかねちゃんの真似をしてこう再現もできるということで、使用例のご紹介もしていきたいと思います。うーん、寂しいわけないじゃない。あかね、どうしたの？なんでもないわ。寂しいわけないじゃない。寂しいわけないじゃない。はい、こんな風にぬいぐるみを殴るあかねちゃんごっこもできますが、こちら数量限定でございますので、壊してしまわないようにお気をつけください。もう本編は綿が出ていましたけれども、綿が出るまでは殴らないようにお願いいたします。続いてはこちらの商品です。先ほどのぬいぐるみの小さいバージョンですね。こちらチェーンがついておりまして、キーホルダーになっております。バッグとかにつけて猫岡アピールをしていただければなと思います。さっきのぬいぐるみと合わせて買っていただくと、こう自立させることもできるので、ぜひ一緒に買っていただくのがおすすめです。トゥルルルみたいなごっこもできるということで、はい。そして次にこちらが猫岡オリジナルステッカーです。こちらのデザイン担当がイラストレーターの加瀬文さんです。こちらの猫岡さんを再現した絵もあるんですけど、このやつとか可愛くないですか？私はパソコンに貼ろうかなと思います。なんかこうクリエイターっぽい感じで、クリエイターさんってなんかこうね、リンゴのマークとか貼ってますよね。こういう感じで猫岡をアピールしてみてください。最後はこちら、猫岡 T シャツです。こちら T シャツです。3匹の猫岡とこちら1匹の猫岡のデザインがございます。そして色が黒と白です。サイズは M と L がございます。使い勝手がいいですね、黒と白だと。3匹の方はこう裏にちょっとロゴとかがあって、こうさりげない感じでね、普段使いでもいけますよね。これ部屋着とかにいいんじゃないかなと思います。大中小っていいんですけど、やっぱりこれがバンってしてるんでいいかなと思います。じゃあこれに着替えていきたいと思います。変身トーン、着替えました。ダーンダーンダーン。私148センチなんですけれども、こういう感じになっております。あ、 M です。後ろはこんな感じです。ダーン。着こなしとしてはシャツインしてもいいかなと思うんですけれども、ちょっとシャツインしてみます。ダーンダーン。シャツインをするとこんな感じで私服にも全然合うかなと思います。
髪とかホワイトとか部屋着とかにもなるんですけど、いろいろね合わせて私服でも着れるので、皆さんたくさん着て猫岡気分を味わってみてください。猫岡気分ってちょっとよくわかんないですけれども、ということでぜひ買ってください。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したグッズは特設ページから期間限定で発売しますので、この辺になんかテロップが出てると思うんですけれども、こちらを参照していただいて、あと YouTube の概要欄からアクセスしていただいて、ぜひご購入ください。すぐ売り切れるかなと私は予想してみるんですけれども、買うなら今です。今でしょ、ちょっと古いですね。ということでぜひ買ってみてください。今回は第1弾だったんですけれども、売れ行きによっては第2弾第3弾が出るかもしれないですし、第2弾第3弾にはこの猫ちゃんだけじゃなく他の人気キャラも出るかもかもかもしれないので、2弾3弾欲しいなっていう方は第1弾ぜひお買い求めください。最後にお知らせです。クラスの大嫌いな女子と結婚することになった小説版の第2巻、こちら1巻ですけれども第2巻が MF 文庫 J さんから4月25日に発売されます。 YouTube 版の2話を元にしたストーリーで、かねちゃん推しの方はもちろん、ひまりちゃん推しの方も必見の内容でございます。ぜひぜひご購入ください。また先日スニーカー文庫さんから発売されました飛び降りようとしている女子高生を助けたらどうなるのかの小説版との連動購入キャンペーンも実施中です。こちら、大正書店で合計2冊をご購入いただいた方へ書き下ろし漫画冊子をプレゼントしております。気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけでグッズが出たり本が出たり様々な展開をされております漫画エンジェル猫岡さん、これからも応援どうかよろしくお願いします。以上、声優の鈴木あゆでした。ありがとうございました。漫画エンジェル猫岡チャンネル登録よろしくね。